アメリカの名前、高橋晴斗。アメリカはとっても大きいです。いろいろな国からいろいろな人々が来て住んでいます。だから、いろいろな名りがあります。東海岸について話しましょう。まずは、アメリカの名りです。 きつくありませんあー。話しづらいです。しかし、ブラックパンサーを見れば、キルモンガーさんはアメリカの名前で話しています。わかんなで、南アフリカの名前が聞こえるから、キルモンガーさんのアメリカの名前が目立った。 ブラックパンサーの中でこのアメリカの名前は特別な名前でした。私はニューヨーク州で生まれました。多分私の方言はニューヨークの名前です。ニューヨークの名前はアメリカの標準語に近いです。この名前は簡単理解できます。でも、 ニューヨーク人は早口です。そのために時々別れづらい。次はニューイングランドの名りです。最も有名な例はボストンの名りです。この名りの R の音は変です。あのように聞こえます。ボストンの外の人は この名前をから変えます。私の妹はテキサス州で生まれました。私の妹の方言はアメリカの南の名前です。カントリーミュージックを聞けばこの名前をよく聞くことができます。カントリーミュージックの歌手は歌いながら 南部鉛を習います。母音はよく長くなる。この鉛も時々わかりづらい。どう思いますか私の方言が好きですか日本に鉛はありますか